勇者また乗り過ごしたのかな。まったく、いつも遅れてくるんだから。もしもし、ユモ、今どこ、どこにいるの。あれあれ、行き止まりだ。もうさっき迷子になったばっかりなのに、まったく。え、ユモ、さっきこんな道通ったかな。ここなんか嫌な感じがする。まずは人通りの多いところに戻ろう。おかしいな、ここって6番出口だよね。ユーモ、待って待って、歩くの早いよ。あ、ごめんごめん。でも、なんでここ誰もいないの？あれ？駅の名前も変わってない？ユーシャ、ちょっとここで待ってて。やだ、一人にしないで。心配しないで、すぐ戻ってくるから。優先長？正門長じゃないの？勇者、どうしたの？なにこれ？なに？ここに人が？よし、この嬢ちゃんは大丈夫そうだな。こっちのポニーテールは危険だ。ジョーちゃん、起きろ。え、シンキラ、悪かったな、人相悪くて。ジョーちゃん、少し辛抱するんだ。今すぐ治療してやるか。治療？なってる。ちょ、待て待て、一体どういうことなんだ。え、おじさんどうしちゃったの。そんな可愛くなっちゃって。これはまずいな。うわあ、何あれ、なんであんなにたくさん。ジョーちゃん、少しはやれるのか。え、やれるって私が。テレビで格闘技の試合を見たことがあるくらいで。これでいける？いいからやってみろ。
っちゃって。はぁ、食いしばない。こんなもんか。やっ、せやっ。店長、店長、女の子が優先帳に侵入して災いから攻撃を受けたんだ。まったく騒ぐんじゃないよ。監視システムで状況は把握できてる。大した怪我ではなさそうだ。しばらく。ああ、よかった。無事でよかったな。ヤンユモちゃんだったね。今日起きたことは内緒にしておいてくれるかい。わかりました。僕も早く忘れてしまいたい。でもどうして僕の名前を。え、さっきの女の人の声。なんで僕は熊の置物と話してるの。ああ、あの熊の置物がここの店長なんだ。ここ正門町の土地神なんだが、わけあって今はあの姿なんだ。え、おじさんはコンビニの店員なの。てっきりチンピラだ。ジョーちゃんに言ったはずなんだが。まあいい、人相が悪いのはしょうがない。話を戻すが、店長、普通の人間が優先帳に迷い込んでしまった。やはり封印の石碑が破壊された影響が大きいのか。この子は普通の人間なんかじゃないさ。じゃなきゃなぜそんななりをしてるんだい。店長さん、お人形さん、僕はどうしたらいいんですか。髪の毛もこんなに燃えちゃって、どうやって家に帰ればいいんですか。慌てるんじゃない、仕方ない。応急処置にしかならないけどね。さあ、このペンダントをつけてごらん。元に戻れるはずだ。つけただけで元に戻れるの？マルチ商法じゃないよね。おい、とりあえずつけてみろよ。元に戻った。